株式会社バンダイナムコホールディングス代表取締役副社長兼株式会社バンダイ代表取締役社長兼チームガンダムオフィサー上野和則様よりご挨拶を頂戴いたします。上野様よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいま紹介いただきました。たくさん肩書きがありますが、チーフガンダムオフィサーというのをしております、上野でございます。今日は本当に雨の中、たくさんの方を集まりいただきました。ありがとうございます。それと東京ガンダムプロジェクト2014キックオフイベントに、ゲストということでお招きいただきまして誠にありがとうございます。私どもバンダイナムコグループは、2012年からの後ろの、ガンダム立図を立っておりますが、そこからですね、東京都さんもいろんな、イベントに、協賛という形で、ご協力をさせていただいております。2014年の東京ガンダムプロジェクト開催に際しましては、先ほど来ご紹介ありましたように大迫力のですね、プロジェクションマッピングを協賛をさせていただきました。先ほど平野様よりルール説明ありましたが、京都それから明日からの3連休に一般の方にも十分見ていただこうということで、予定をしております。ちょっと私どもの商品の話になるんですが、プロジェクションマッピングをですね、なんとスマートフォンと小さな箱を使いまして、実は手のひらサイズで再現できる商品がですねあるんです。箱ビジョンっていう商品なんですが、ちょっと前でご記憶の方もいらっしゃると思いますが、東京駅のですね、プロジェクションマッピングを再現した商品が今非常に話題になってます。そのですね、箱ビジョン技術、バンダイの箱ビジョン技術を使いまして、なんとですね、これからご覧いただくプロジェクションマッピングを、ガンダム箱ビジョン、インお台場ということで、限定商品でですね、今日から、3日間、4日間ですね、7階 の、 ガンダムフロント東京とでそれからあそこに見えます、ガンダムカフェで、限定発売をさせていただこうということを、考えてます。いうことでですね、ちょっとお見逃ししていただいた方はそちらでいつでも再現できるとこういうことになっております。一応バンダイの社長もしておりますので、商品宣伝をさせていただきまして、本当に今日はたくさんの方を集まりいただきましてありがとうございます。バンダイナムコグループはですね、これからも東京都様の東京ガンダムプロジェクト、をですね、この臨海副都心お台場地区の活性化と、それから先ほどちょっとご説明がありましたスポーツ振興のためにですね、ご協力をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。それでは大迫力のですね、ガンダムプロジェクションマッピング、これからお楽しみいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。